騎士団万博とは、ロックバンド騎士団が主催する大型野外ギグ及び、2012年からは、千葉県袖ヶ浦市袖ヶ浦海浜公園に場所を移し、毎年9月に開催されるロックフェスティバルである。2003年初回開催。騎士団と親交のあるグレーが数年に一度行う大型ライブ、グレーエキスポが元ネタとなっている。初回は2003年に騎士団の地元、 千葉県木更津市現在の日本製鉄で行われた騎士団単独大型野外器具である。その後2006年に富士急ハイランドコニファーフォレストでも行われ、2012年からは毎年9月に千葉県袖ヶ浦市袖ヶ浦海浜公園でロックフェスティバル形式として様々なアーティストが出演するイベントとなっている。2003年8月30日に騎士団の地元、 千葉県木更津市で行われた大型野外ギグ。会場は、当時の新日鉄機密製鉄所内カズクローバーパークオープニングでは、シークレットアクトとして、進行のあるグレーが務め、約四万人を動員。騎士団結成十周年記念ギグと名打ち、二千六年八月二十五日には、前夜、祭りよい山、十六日二十七日に、富士急ハイランド内、 コニファンフォレストをギグ会場として富士急ハイランドと協定を結び様々なアトラクションとコラボや騎士団秘宝館、シネデ局等ヤンクロック選手権などイベントも行われ騎士団一色にするほど盛大に行われたこのギグにより47都道府県全てでギグが行われたこととなる2日間で約4万人を動員この年から騎士団が主催となり 他のアーティストを集め行われる台湾型にステージ、形式ロックフェスティバルとして行われるようになる。会場は、千葉県袖ヶ浦市の袖ヶ浦海浜公園、2012年9月16日17日の2日間で、約4万人動員。ロックバンドからアイドルまで、他のフェスとは一味違う歌したような出演者ということで、大きな話題を集める。これ以後、袖ヶ浦海浜公園で、 毎年開催が定番となっている。2013年9月14日、15日に開催。2日間で約4万4千人を動員。2014年9月13日から15日の初の3日間、開催。約6万人を動員。2015年9月19日、20日の2日間開催。メインステージを、ステージヒ後、ステージ寺門、ステージ上島に分け。 さらに DJ ブースでもパフォーマンスが行われ、2日間で4万4千人を動員した。2016年9月17日、18日に開催。メインステージを、安っさいステージ、サブステージを、もっさいステージとし、2日間で5万人を動員した。2017年4月15日、16日の2日間、千葉県幕張メッセギは展示場9から11ホールにて開催。 このイベントは、フェストフェストの交流戦をテーマに、初日はサブタイトルに、騎士団バンパ万博 vs バンパークフェストが付けられて、バンパークフェストを主催するバンプスと、二日目は、万パーク大作戦日本シリーズというサブタイトルで、京都大作戦を主催するジューフィートと、それぞれ共同での開催となった。2017年9月16日、17日に開催。 メインステージは2016年と同様に、ヤッサイステージ、サブステージを、モッサイステージとし、2日間で5万人を動員した。2018年9月15日、16日に開催。メインステージは2017年と同様に、ヤッサイステージ、サブステージを、モッサイステージ。公式テーマソングは騎士団、週末番長。マキシマムザホルモンのステージ終了直後。 スクリーン上に予告なしのライブ活動を一時休止の発表がアナウンスされた2019年9月14日9月15日に開催ありがとうございます。